掛駅は、広島県山形郡掛町掛にあった、西日本旅客鉄道壁線の駅である。旧掛町の中心駅で、壁線北部の拠点駅であった。この駅を、始発、終着とする列車が多く、三段橋方面に行く、場合もこの駅で乗り換えとなる場合があった。また、当駅で乗務員交代があったため、三段橋方面へ、直通する列車も、 長時間停車していた。一面二線の島式ホームを持つ地上駅で、島式ホーム1.2番乗り場の外側に、それぞれ一線ずつ側線があった。このうち、一番乗り場外側にある側線は、駅舎横の第三種車止めを起点とし、一番線と並行し、当駅壁側で一番線に合流していた。一方、二番乗り場外側にある側線は当駅三段橋側に、 隣接した小さな屋根付き車庫を起点とし、車庫を出た後すぐに2番線への渡り線を分岐し、2番線と並行し、当駅壁側で2番線に合流していた。なお、当駅には安全側線は設置されていなかった。末期は、掛け三段教官がスタッフ閉塞のため運転業務を取り扱う社員が終日配置されていた。JR 加護。 廃止までの1日平均の乗車人員は以下の通りであった。駅舎は解体され、2006年に大田川交流館架け橋が設置された。ホームは一部が残されている。近くにある車庫にキハ28系機動車が保存されている。保存会の手により維持が行われており、毎年6月と11月のイベントの時には展示走行を行う。ありがとうございます。